はいどうもこんにちは、カジマックです。皆さん楽天アンリミット契約されました？今日2020年4月8日正式に第4のキャリアとしてサービス開始されました。この前の動画でもざっとお話ししたんですけど、特徴としてはドン、完全データ使い放題、国内通話かけ放題、グローバル無料。はい、もちろん全てに注意書きはあるものの、やっぱり自社回線を持つキャリアとしてデータ使い放題や通話し放題はかなりのインパクトで、なおかつその料金は2980円。しかもこれ300万名対象として、その月額料金2980円が1年間無料。いやもう何言ってんのか分かんないぐらいの出血大サービスなんですけど、実は今現在まだ300万人どころか数十万人程度しか申し込みがないとのこと。確かにこういう新しいサービスが1年間無料っていう背景には、察するに色々ないわけじゃないと思います。自社回線がまだ行き渡ってないこともあるし、見切り発車的なイメージもなくはないです。問題が出てくる可能性なんかもあるんで、様子見してる方も多いかと思います。それがある意味後押しになったのか、今回またすごい改変が発表されてます。この一つの改変をもって、楽天アンリミット1年間無料の意味合いがぐっと大きく変わってきました。今日はそこと、もう1点、2つ気になる部分があるんで、そのあたりをお話ししていきたいと思います。はい、今日届いたばかりの楽天アンリミット、まず1つ目にお話ししたいのは、新しく変更されたサービス内容。いやこれはびっくりしました。今現在まだ自社回線は東京をはじめ各都市部のみ、日本全体からするとほんと狭いエリアでしか展開されてないです。ただもちろんそれでは使えない方もたくさん出てきます。僕も大阪の田舎に住んでるんですけど、今現在楽天回線の完全エリア外です。でそれをカバーする部分として、楽天アンリミットではパートナー回線エリアというものを設けていて、要は楽天回線以外の場所では au 回線につながるようになってます。ただそのパートナー回線エリアでの通信に限っては月間 2GB を上限として、その後はまあ言ってみれば使えなくなると言っても過言ではない超低速回線になる予定でした。いや 2GB 正直それじゃ足りないわって方もいらっしゃると思います。追加 1GB500 円で購入可能といえど、ここがエリア外組にはかなりのネックでした。ところがそこガラッと大きく変更されました。その変更後の条件は、パートナー回線エリアでの通信はなんと上限 5GB まで。でさらに超過後は制限はかかるものの、最大 1Mbps で使い放題となりました。いやこれすごくないですか。 1Mbps って実はほぼスマホで軽い作業ぐらいならストレス感じないぐらいの通信速度で、なんと YouTube 視聴なら理論上 480p は再生可能で、 360p ならまず大丈夫で、 240p でも正直スマホの画面なら見れないほどひどい画質でもないですよね。ただもちろんベストエフォートなんで、時間帯によっては遅くなる可能性もあるかもしれません。で動画垂れ流しとかはひょっとしたら制限かかるんじゃないかっていうような一文も書かれてます。でもともと au 回線に関しては昔の話ではあるんですけど、 KDDI の締め付けが厳しい部分もありました。ちょっと今はどうなってるかわからないんですけど、ただそれでも 1Mbps で使い放題、ここはかなり嬉しいポイントですよね。でおそらくなんですけど、制限後も毎月快適に通信してもらいたいという意味合いのサービスじゃないかと思ってるんで、コインにたくさんのデータ消費とかはやめておきたいところです。いやにしても本当素晴らしい。一気にお試しから実際使えるんじゃないのっていう域まで引き上げられた気がします。ちなみに目安として、うちの奥さんの場合は週休2日の一般的なお仕事についていて、黒猫のウィズが大好きです。我慢せずに普通にデータ通信使っていて、月間 3GB で余ってます。はい、もうこれで一気に楽天アンリミットエリア外でも魅力が増してきました。でもう一点お話ししたいというか、心配なことがありました。今日届いたばかりの楽天アンリミット、僕が持ってる端末で使えるかどうか。はい、基本的には楽天端末推奨なんで、ちょっとそのあたりが心配でした。でこれやりながらだとちょっと時間かかりそうだったんで、届いてすぐに試したところ、 TCL プレックスはダメでした。はい、ほんと残念。僕はメイン回線 Y モバイル使ってるんで、本当は TCL プレックスを楽天アンリミット運用できればよかったんですけど、結果的にはダメでした。ただ仮に使えたとしても、 TCL プレックスは au 回線苦手な端末なんで、実用に対応もなかったんで、ここはちょっと考えてみます。今僕がメイン機で使っている SIM フリーのオポリの A っていうか、楽天モデルじゃない方のオポリの A、 はい、楽天モデルも SIM フリーですよね、
なんでじゃない方のポリの A は SIM を挿しただけで APN 設定が入ってたんで自動で選択されて即開通。僕の心配は全くの杞憂でした。ただ僕がさらっと調べた限り APN 情報を見つけにくかったんで、一応オポリの A に入ってた APN 設定を載せておきます。必要な方は一時停止でご覧ください。でその後も楽天リンクアプリインストールして無事 SMS 認証アクティベーションもできました。ただ楽天モバイルアプリでは開通の文字が出るものの準備中の文字はまだ出てるんで、これはちょっと反映までラグがあるのかもしれません。なんでおそらくこれで、あれ、はい、楽天アンリミットプラス楽天リンクキャンペーン3000プラス3300ポイント還元はゲットできているはずです。はい、っていうことはこの時点ではいくらポイント還元とはいえ支払いがプラスにしかなってないっていう、いやほんと出血大サービスです。で気になるのはスピードテスト。僕のところは完全にエリア外なんでパートナー回線エリアなんですけど、ドン、はい、これお昼12時台なのにこれだけの速度が出てます。いやもうこれは十分です。で通話し放題は楽天リンクアプリからの利用が必要なんですけど、実際自分の家、はい、かけますよ。はい、ちゃんとかかりました。これ通話し放題で1年間無料。ただ今回たまたま僕はオポリの絵持ってたんでよかったんですけど、結局対応端末がないとどうしようもないんで、このあたりが難しいところですよね。まあでも端末セールもやってたりするし、中古やすでに動作確認取れている端末を買ってみる方法もあるんで、いやほんと今のところ無料っていう時点で楽天アンリミット文句のつけようがないですよね。これが1年経過して実際利用に耐えるサービスに昇華していくのか、じっくり体感していける期間だとも言えます。一旦手数料は払うけどポイント還元で逆に儲かる楽天アンリミット、契約どうしますか？お申し込み期間は6月30日まで。説明欄にリンク貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。とりあえず正直ちょっとこういうジャンルに興味がある方、メインと別にサブ回線が欲しいと思っていた方、いやもう契約しない理由が見当たりません。さらに全く興味なかった方も、今回パートナー回線エリア分の条件がめちゃめちゃ素晴らしいものに変更となったんで、飛びつかざるを得なくなってきてるんじゃないでしょうか。僕の個人的な感想から言えば、対応端末さえ持っている、あるいは用意できるっていう方なら、今の通信環境を見直してでも飛びついていいぐらいのチャンスだと思ってます。でさらにこれアプリ使用必須といえど通話し放題。僕は今メイン回線が Y モバイルなんで10分まで通話定額ついてますけど、なんか用事があってこちらからかけるとき、いやもう 100% 楽天使います。だって10分気にする必要ないし、その1点だけでも契約する理由に足りると思います。ただちょっとメイン回線には不安なところはあります。そのあたり判断は慎重になさってください。ということで楽天回線使い始めたカジマクチャンネル、お済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。